あなたは、世界の最も暗い深淵に何が潜んでいるのか、考えたことがありますかサウロンやダークロードのような中津国の最も強力な悪の勢力でさえ、その存在を知らないような、古代で謎めいた生物たちを想像してください。星踊り子が形成される以前から存在している無名の生物たち。その単なる存在がモリアの山々を震わせるのです。ようこそ。 中津国の勇敢な探検者たち。今日は JRR トールキンの世界の最深部へと足を踏み入れ、森屋の無名の者たちの秘密を探る、魅惑的で恐ろしい旅に出かけましょう。これらの生物は、ほんの少しだけ言及されていますが、その存在は原始的な恐怖を呼び覚まし、中津国の最も強力な存在ですら理解できない何かを表しています。 これらの古代で恐ろしい存在たちは一体何者なのでしょうか彼らはどこから来たのでしょう彼らが地の深みへと住むようになった理由は何でしょうモリアの山の根をかじり続けている彼らの存在について、トールキンはなぜ謎に包んでおいたのでしょうか私たちが知っている、いやむしろ、理論化できることについて、これらの暗く未知の存在について深く探求していきましょう。 誇り高いドワーフたちの家であった森屋の暗闇に飛び込む準備はできましたかしかし今では、そこは暗い秘密と名乗しがたい恐怖に支配された領域です。あなたが見つける答えは、これまでに見たどの悪夢よりも不穏かもしれません。ここから離れないでください。これから起こることは、あなたの中津国への見方を永遠に変えるかもしれません。 このファンタジーの世界で最も危険な深淵に降りる準備はできましたかあなたの恐怖に挑戦し、この暗黒の旅をはじめ、中津国の最も暗い秘密を明らかにしましょう。トールキンが作り出した広大で複雑な世界の中で、ガンダルフが研究した無名の者たちほど深い謎はほとんどありません。これらの生物は、モリアの最も暗い深淵に住んでおり、サウロンよりも古く、 ドワーフたちでさえ彼らの本当の姿を知らないと言われています。しかし、これらの存在とは一体何なのでしょうかなぜ彼らは名前も与えられず、中津国の神話の中でただ恐ろしい影として残されたのでしょうかこの動画では、これらの生物について私たちが知っていること、そして知らないことを探り、トールキンの神話の深部へと飛び込み、その起源に関する最も興味深い理論を分析していきます。 今日の旅は、ガンダルフや他の登場人物が明かすものだけではなく、その行間に隠されたものについてもです。物語の達人であるトールキンは、未知のものへの示唆がしばしば明かされること自体よりも強力であることを知っていました。無名の者たちは、その完璧な例です。この謎を詳細に探求し、引用や抜粋、そしてトールキンの広大な作品内での可能なつながりを解き明かしていきましょう。 最初に、無名の者たちについて聞いたのは、ガンダルフがバルログとの壮絶な戦いの後にそれらの生物に触れた時です。彼はドワーフたちが作ったものではない、暗いトンネルに逃げたことを語り、次のように述べています。ドワーフたちの最も深い掘削のさらに深く、世界は無名の者たちによって腐食されている。サウロンでさえそれらを知らない。彼らは彼よりも古い存在なのだ。 この引用は、二つの重要な情報を私たちに提供します。これらの生物はサウロンよりも古く、ドワーフたちさえも掘ることを恐れたほど深い場所に住んでいるということです。しかし、ガンダルフがサウロンよりも古いとはどういう意味なのでしょうか。サウロンはその没落以前、エルイルーバタールによって最初の時代に創造された神聖な存在、マイアールでした。 もしこれらの生物が彼よりも古いのであれば、その起源はアルダの創造の始め、あるいはその前に遡る可能性があります。無名の者たちの古さを理解するためには、時間の始まり、世界を形作ったアインアの音楽に戻る必要があります。アインアは、トールキンの宇宙の最高の存在、エルイルーバタールによって創造され、大きな公共曲を通じてアルダを形作りました。 最も強力なアイであったメルコールは、この音楽を堕落させ、不協和音と混沌をもたらそうとしました。彼にはエルのように命を創造する力はありませんでしたが、すでに存在するものを堕落させ、歪めることはできました。これが、無名の者たちはメルコールの創造物なのか、それともエルの最初の計画の中で忘れられた一部なのかという疑問を生じさせます。トールキンは、 世界のすべてがアインアによって創造されたわけではないことを示唆しています。アインアリンダレの一説では次のように語られています。そしてこうして彼らの前に世界が展開されるのを見たとき、アインアは彼らが考えもしなかったものを見た。イルーバタールだけが創造したものだ。この一説はアインアやメルコールでさえ知らない要素が世界には存在することを示唆しています。無名の者たちは、 イルーバタールが想像したこの神秘的な存在の一部なのでしょうかそれとも、メルコールが想像を歪めようとした際に、自身の腐敗からこれらの生物を作り出したのでしょうかメルコールは後にモルゴスとなり、エルの創造物を堕落させる能力で知られています。彼はエルのように命を創造することはできませんでしたが、すでに存在するものを堕落させ、改変することができました。 メルコールの多くの僕、例えばバルログや多くは、この堕落の結果です。しかし、無名の者たちは異なる存在のようです。彼らはメルコールにもサウロンにも仕えていません。彼らは全く異質な存在であり、闇の主でさえその正体を知らないのです。シルマリルの物語によれば、メルコールは他のバラールべての贈り物の一辺を授かっており、 それが彼を非常に強力で多彩な存在にしていました。これは彼が世界の最も暗い部分に隠された大いなる力と謎を持つ生物を想像できたことを意味します。もし無名の者たちがメルコールの想像物であるならば、それは彼の最も古く、最も危険な堕落の一つである可能性があります。無名の者たちが何であるかについてはいくつかの説があります。ある人々は、 彼らはアルダの創造以前の時代の残存物であり、アインアが歌って世界を現実にした時よりも前に存在していた存在だと信じています。他の人々は、彼らはメルコールの創造物であり、地の深淵で鍛えられ、世界の最も暗い秘密を守るための一種のボディーガードとして存在すると考えています。もう一つの興味深い説は、無名の者たちはメルコールやエルによって創造されたのではなく、 常に影の中に存在していた存在であり、世界の本質そのものの一部であって、完全には理解されていないというものです。彼らはメルコールが世界に導入しようとした混沌そのものの現れである可能性もあります。トールキンは巧みな作家として、未知のものを恐怖と好奇心をかきたてるための強力な道具としてしばしば使用していました。無名の者たちはその完璧な例です。 彼が彼らの正体を完全に明かさないことで、私たちの想像力がその隙間を埋め、私たち自身の恐怖が許す限り恐ろしいモンスターを作り出すのです。これらの生物は未知への恐怖、つまり中津国の最も強力な存在でさえ完全には理解していない原初的な力を象徴しています。そして、この理解の欠如こそが彼らを恐ろしい存在にしているのです。トールキンは、 私たちが無名の者たちの正体を知ることを意図していなかったのかもしれません。なぜなら、その謎こそが彼の物語の力の一部だからです。モリアの無名の者たちは、J.R.R. トールキンの広大なレジェンダリウムの中でも最も大きく、不安をかき立てる謎の一つとして残っています。これらの生物は、あまりにも古代的で、中津国の最も強力な存在でさえ理解できないものであり、 道への恐怖を具現化しています。彼らの起源は依然として謎に包まれていますが、確かなことは、彼らが山々の最も暗い深淵に住んでおり、そこには太陽の光も闇の主たちの力も届かないということです。最も恐ろしい敵であるサウロンでさえ、これらの存在の真の性質を知らないようであり、それが彼らの神秘的なオーラをさらに強めています。 これらの生物を非常に魅力的にしているのは、まさに決定的な答えがないという点です。トールキンはこれらの存在をわずかにしか示しておらず、深淵に隠された潜在的な脅威として描いています。それは、モリアのドワーフたちやその探検者たちでさえ直視することを恐れるものです。彼らの存在は、アルダの世界には目に見えるものや、 中津国の人々が理解できるもの以上に多くのものが存在することを示唆しています。そして、この不確実性、この未解明の謎こそが、古代的で根源的な恐怖を呼び起こすのです。それは、名前を持たないもの、理解されないものへの恐怖です。通る金は、基地と未知の間に存在するこの緊張感を巧みに操り、豊富な詳細と神話に満ちた世界を作り上げながらも、 読者がその宇宙の深淵を想像する余地を残しました。これらの生物がどこから来たのか、私たちは決して知ることがないかもしれません。それらは、偶然にも過去の時代の大災害を生き延びた、初代闇のシュメルコールによって忘れ去られた創造物なのでしょうかそれとも、メルコールの堕落に先んじて存在したものであり、エルイルーバタールの創造の過程で生じた欠陥から生まれた恐怖の存在なのでしょうか 彼らが何であれ、その本質が隠されたままであるという事実が、彼らの魅力をさらに引き立てます。時には、未知の恐怖は、明かされた真実よりも強力であり、トールキンはこの芸術を完璧に体現しました。モリアの無名の者たちを謎のままにすることで、彼は私たちの想像力にその空白を埋めさせ、明確に描かれたモンスター以上に恐ろしい生物を作り出すことを可能にしました。さて、 ここであなたに問いかけます。あなたはこれらの生物についてどのような理論をお持ちですか彼らはメルコールによって創造されたと思いますかそれとも、エルの創造の忘れ去られた暗い一部分だと考えますかそれとも、さらに古代的で理解不能な何かなのでしょうかコメント欄にあなたの理論をお寄せください。そして、この動画を他のトールキンファンと共有することもお忘れなく、 もしかすると、一緒にこの謎を少しでも解き明かすことができるかもしれません。動画を楽しんでいただけましたかぜひ、いいねを押して、チャンネル登録をしてください。中津国やトールキンの宇宙の謎についてのコンテンツをもっとお届けします。新しい動画を公開するたびに通知を受け取れるよう、ベルをオンにすることもお忘れなく。そして、友達とこの動画を共有し、 無名の者たちについてのあなたの理論をコメント欄にお寄せください。一緒にこの旅を続けましょう。次の中津国での冒険でお会いしましょう。